したよ、イカ娘もどき。お、ダノの、なになに？ポケモンは手紙を持っているようだ。アユナは手紙を読んでみた。アユナ、ライチです。この子は大ノーズ。いつも留守番してもらってるの。待ち合わせはメモリアルヒルの奥、命の遺跡に来てね。よろしく。あー、くそ。さっきまでいたのに。何、どうしたの、大ノーズ。消えてったんだ。あ、来た来た。何？ノズズ？何？薬？おお、満タンの薬、ありがとう。優しいね、大ノーズ。まあ、頼まれてたんだろうけど。ノズノズ。で、ここが進化の石の店？次は命の遺跡ロートね。9番道路から右に行くんだろう。なんかめっちゃ人おる。すごい宝石。パワーストーン。私も彼氏をゲットです。え、そういうやつ？ライチさん、彼氏いないけどね。そこは言っちゃダメでしょ。石し、石し、石しし。わし、好物か大好物なの。しゃれ。怖ーい。おじさんも奥におる。どれも一点限りでカッチカチ。さあ、買うか買わんのか。羽の化石、盾の化石。化石？化石やって、これあれじゃない？アローラじゃ化石は人気じゃ。いつ売り切れるかわからんぞ。化石あっこで、ね、復元してくれるんやない？ポケモンになるよ、これきっと。え、違うんかな？違ったらあれやけど。カッチカチな晴れの化石、7000円で譲ってやろうか。両方とりあえず買っとこう。一応これで買っておいて、あっこに持ってってみよう。まあ何にもならんかもしれんけど。こいつは店長のライチが化石ポケモンを広めるため、わざわざ石地方から買い付けてきたレアモン。鳥ポケモンの祖先と言われる最高鳥ポケモンの化石さ。アローラじゃ手に入らん。せいぜい大事にするんじゃよ。ありがとう。まあありがとうって買ったんだけどさ。盾の化石。7000円で譲ってやろうか。買います。これは？盾の化石を手に入れた。こいつは店長のライチが化石ポケモンを広めるため、わざわざ新大地方から買い付けてきたレアモン。硬い頭で身を守るシールドポケモンの化石さ。貴重なもんじゃからせいぜい大事にするんじゃよ。きっと復活させてみせます、私。石だけじゃないんやね。いらっしゃいませ。ライチのジュエリーショップにようこそ。買いに来た。これをジュエリーというのだね。でも進化もすごい楽になったんやね。え、だって石ってさ、買いよったっけ？え、私の記憶違いかな。なんか、その辺で拾ったりとか、イベントでもらったりとかしかなかった気がしたんやけど、気のせいかな。うん、記憶違いかもしれないけど。あ、すごい。そういう感じや。へぇ。人もおしゃれができると。それじゃあ、向こうまで飛んではいけんのかな？一回行ったもんね、一応私。メモリアルヒル。メモリアルヒルへは飛べる。ここは？あ、ここはさすがに飛べんのか、やっぱり。じゃあ、メモリアルヒルへ。行きます。レッツゴー。びっくりした。リザードの頭殴ったんかと思った、今一瞬。はい、到着。到着はいいんやけど、ここまでしか来れんのやね、まあ。じゃあ、こっからはまた。あ、階段は登れないのね。なるほど。じゃあ、ちょっと一旦降りるよ。降りて、自分の足で向こうまで行きなさいと。命の遺跡まで、ね、飛んでいけたらいいのに。ささっ。ささささっ。よし。お、なんかいっぱいおるけど。スカルダン、人のポケモンを返しなさい。やん。間抜けだな。ごたごたうるせえ、ガタガタ言わせえ。それが人のポケモン、ヤドン。そうだよ、俺らもポケモンを売って金儲けにマジだから。ポケモン返してほしければ、勝負勝負、ポケモン勝負。やん。ちゃんとしてくださいよ、代表なんて言われるか。支部長、いつも口だけで何もしないじゃないですか。私こそがエーテル財団最後の砦。何かあれば大変でしょう。ん？これって前に会った人かな？おう、そこのトレーナー。私の代わりにスカルダンを退ける名誉を与えたりしますよ。いらねえわ。避けるなし。お前、準備いいか？
俺は準備いいぜ。じゃあやってやるよ。前に8番道路で会った人じゃないんやね。さあ行こうじゃないか。あともう一人は？どっちかがやっつけてくれるの？エーテル財団の。お、来たよ。アーカラ地方の、ブサイクな。アーカラ地方やったっけ？アローラのやつか。アローラのブサイク習った。さあ行け、アシレーヌ、チャームボイス。はい、効果抜群。なんか常にさ、ほっぺたに物を含んどるような感じになっとるよね。お、アシレーヌがレベル38。お、新しくハイパーボイスを覚えたい。アシレーヌは要は歌姫ってことかな。なんかボイス系の、ほら、歌方のアリアも歌やもんね。ハイパーボイスは？うるさく響く大きな振動を相手に与えて攻撃する。じゃあこれ、でも、いやー、いいよ。諦めよう。覚えずに終わった。歌系で揃えたいっていうのはあるんやけどね、水系がいっぱいあった方がいいかなと。そしてニャースがレベルアップ。よーよー、お前よー、ちょっとシャレにならないよー。シャレにさせません。ありえない現象、情けない現実。こんなポケモンいらねえよ。お前らグッドラック。あ、ヤドンが置いていかれたよ。よかった。ヤン、君、ありがとうね。いえいえ。やあやあやあ、島巡りですか？素晴らしいトレーナーさんですね。私、痛く感動しました。素晴らしいものをお見せしますので、まずはアーカラの大試練をこなすのです。そうすれば、ハノハノリゾートから素晴らしいところに案内します。助けてくれて本当ありがとう。あなたがいてくれてよかった。じゃあ、島巡り頑張ってね。エーテル財団のお姉さん、僕結構好きなんだろう。マジで？まあでも、ポケモンにとってはいい人たちだろうね。守ってくれるんだから。まあ、ポケモンにとってじゃなくてもか。よし、命の遺跡到着。さっき一回入っちゃったけど。あんたね、グラジオが言ってたの。何も感じない普通の子に見えるけどね。お？来たよ。イカ娘もどき。あたいはプルメリ。スカルダンを束ねている。言うなれば姉子ってところ。あんたも知っての通り、連中バカばっかりでね。でもさ、バカらだからこそ、可愛いってことあるじゃない？わかる？可愛いあいつらをいじめるあんたが邪魔なのよ。そんなこと言われましても、あいつらが邪魔をしてくるんだ。さあ来てよ、スカルダン幹部のプルメリ。もう試練の前にいろんな人現れすぎよ。お、来た、ゴルバット。ということは。さあ、ピカチュウの出番じゃない？絶対技を決めてやるよ。さあ、行け、ピカチュウ。さっき覚えさせてもらった技を早速。てか、電気タイプの動きは？どうやるんやろ。電気タイプじゃないんか、ピカチュウ Z か。おいし、Z パワー行くぞ。必殺のピカチュウと。何それ。そっか、電気とかっていう技でくくっとんじゃなくて、ピカチュウやもんね。あ、ピカチュウが混乱してる。大丈夫か？大丈夫じゃない。しかも結構なダメージ。お願い、正気に戻って、ピカチュウ。ほん、あー、やばい。やばい。よし、行くよ。おー、一緒に動いてくれる。かわいい。超かわいいんですけど。超かわいいんですけど。ピカチュウは Z パワーを体にまとった。いけ、全力の Z 技。おー。投げた。必殺のピカチュウと。なんか文字までかわいかった。おー、すごーい。効果は抜群だ。いいね、いいね、この技。あ、でもなんかさ、なんやった？元々の技。元々の技はさ、なんか、本人にもダメージがあるみたいなことを書いとったけど、Z 技になるとないんやね。おっしゃ、行けよ、シレーヌ。ピカチュウはよく頑張ったよ。
回復は、まあ、きっとしてくれるだろう。行け、歌方のアリア。おし、いいぞ。効果は抜群だ。姉子とか言うけど、全然私より弱いね。ち、舌打ちしてんじゃねえよ。ふん、大したもんだよ。ただし、次邪魔したら本気でやっちまうから。今のが本気じゃなかったみたいな言い方だけど、本気でしょ。スカルダに勝ってスカッとしたろ。命の遺跡へレッツロー。さあ行くよ。お。何出てくる奥から。あゆな。お。リエリエが迷っていたから連れてきちゃった。ホテル詳細での待ち合わせでも迷っていたのよね。あ、ここと待ち合わせしとった。スカルダを見かけて避けていたのが理由らしいけど。じゃあね、私はこれからロイヤルマスクの試合があるの。お、見に行くんや。あれ、ショートや博士やろ。それにしてもロイヤルマスクって、覆面の下どんな顔なのかし、どんな顔かしら。え、絶対わかっとると思うんやけど、なんかすげえ嬉しそうな顔しながら言ったね。星雲ちゃんのためやってきました。ご覧の通り、連れてきてもらったのですが、アシレーヌさん元気にしてあげますね。ありがとう。アシレーヌよりピカチュウの方がピンチだったけど。まあ、全員回復してくれたよね、多分。奥にあるのが、アーカラの守り神。カブテテフさんの遺跡ですよ。ピュイ。もう、メレメレ島でも謎の遺跡に行こうとしたり、あなたにとって遺跡とは、島の守り神さんとは何ですか？家族とか、兄弟とか。あの時、小さく困ってたのです。アユナさんがいなかったら。何？ピュイ！何？どうしたどうした？あ、来た来た。あら？確かククイの。私、リエリエです。ククイ博士の助手で。こちらはアユナさん。ごめんごめん。わざわざ会いに行ったのに名前聞かなくて。カプテテフンって呼ばれ、遺跡をきれいにしていたのさ。アユナ、アローラの人のポケモンをしてくれてありがとう。いやいや、別に。なになに？あ、ここで勝負？さてと、アーカラ島3人のキャプテンの試練をこなし、挑むは島クイーン、大地の大試練。アーカラで一番ハードなポケモン勝負、ガツンと行くよ。喜んで。なんかすげえセクシーだな。いいよ、あたしらの全力、あんたらにぶつけるよ。ライチさんの相棒はゴツくて可愛い。岩タイプのポケモンばかりさ。ゴツくて可愛い。可愛いのか？お、いいね。島クイーンのライチが勝負を仕掛けてきた。ノズパス。よっしゃー。行くよ、アシュレーヌ。アシュレーヌだから余裕だね。レベル的にも、レベル的にも余裕だ。いけ、歌方のアリア。だってさっきまでのポケモンってそんな変わらんもんね。一発でしょう。あ、微妙に残っとるやん。くそー。特性で一だけ残すとかそういう感じ？なになに、麻痺？やめてよー。さあ、いけちゃん。まあいいや、歌方のアリアで。いい気薬とか作ったし。え、それさ、あれじゃない？また1耐えるんじゃないの、特性で。必ず1耐えるとかそんな感じっぽいことない？いけ、歌方のアリア。だってさっきの感じでいくと、ほら、あんだけ減っとる分、あ、大丈夫や。イエーイ。よっしゃ、まずは1匹目。ガントル。誰やろ、ガントルって。わからんけど、とりあえず岩タイプなんよね。あ、ごついな。可愛くないよ。いや、さっきのノズパスは、多少可愛げもあったけど、ガントルやっけ？この子に可愛さはみじんも感じないけど。うわ、また1耐えた。最初の1回は必ず耐えるってことかな。そう。いけ、バブル光線だ。でも一応今んとこ、麻痺の効果はあんまり感じられない。よっしゃ、効果抜群。よし、行くよ。最後は？
ルガルガン、なんか聞いたことある気がするけど、そのまま行く。ルガルガン、何これ、可愛いんだけど。岩タイプなのこの子。よし、 Z パワー使っていこうか。スーパーアクアトルネード。え、なに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 、え、相手も Z パワー使うのか。ワールズエンドフォール、何かっこいい。本当や、岩タイプや。あ、あ、逃げてー、アシレーヌ、あ、潰された。あ、耐えた、よかった。よし、行くよアシレーヌ。こっちも Z パワー、こっちは効果抜群やけん大丈夫なはず。いけ、スーパーアクアトルネード。向こうは岩タイプを水タイプにぶつけてきたけんね、こっちとは違うから。でも岩タイプっぽくないけど。よっしゃ、一発、効果抜群だ。かわいいこの子、ルガルガン、やったね、素敵ね、ありがとう。クールビューティーだな、ライチさん。全力を出し切ってこそさらなる輝きを得るからね。これでカプテテフに会えるな、私。あんたら最高だね。はい、岩タイプの Z クリスタル、岩 Z を授けましょう。ありがとう。でも岩の技って今んとこ覚えとるやつおらん気がするけど、うん。今度のポーズはどんな感じかな。大試練達成、イエーイ。これは一体何のマークやろ。アリナは岩 Z を手に入れた。岩タイプの Z パワー、引き出すのはこの動き。腰のひねりと力強さがポイントだからよく見ていて。え、セクシーな動きをするの？それは私には似合わないんじゃないだろうか。おお、全然セクシーじゃなかった。ダイナミックな感じやった。オッケーオッケー。そんな笑顔でやられても。いい感じに使ってよ。岩タイプ、硬くてごつくて攻撃するのが得意。私とはあまり似てないけど、かえって惹かれるんだよ。なるほど。お、なになに、ピュイ、遺跡の中になんかある？本当に嬉しそうですね。で、リーリエ、変なこと聞くかもしれないけど、トレーナーでもないあんたがどうして命の遺跡に？あ、この子、遠くからやってきたのです。元の住処に戻したいのですが、何もわかっていなくて。で、遺跡が気になるようですから、何か手がかりになればと。珍しいポケモンだね。カブテテフは守り神といえど、暴れたりもするポケモン。会おうとするなんて、彼らより強いポケモンぐらいよ。ふ？まさかね。あんたらの旅がより驚きであふれ、さらなる優しさに包まれるように。リエリエ、送るわ。トレーナーじゃないのにポケモンのために頑張る人って、好きだから応援しないとね。結局中には入らないのか。送り出された。わー、ライチさん、リリータウンのハウです。勝負させて。って、アユナ、エーテル財団の変な人、ん？緑な人か。緑な人が大試練が終わったのなら、ハノハノリゾートに来るようにって。エーテル財団？何の用だかわからないけど、行ってらっしゃい、アユナ。ハノハノリゾートにすぐ向かうなら、リザードンで艦隊に戻れば？空間研究所の先にある橋を渡れば、ハノハノリゾートよ。エーテル財団ですか？あ、あの、私、ハウさんの勝負も見ていきます。ポケモンさんが傷つくのは苦手ですけれど、アイナさんやハウさんのポケモンさん、ひたむきですから。じいちゃんみたいに俺強くないけど、ニャヒートたちのいいところ引き出す。ハウはハウでしょ。シマキング、ハラさんの孫とか関係なしに、ハウたちの全力出しなよ。そっか、今からバトルか。頑張って、ハウも。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。